こんばんは、水野浜です。さあ、今夜はアニメーションの超大作、魔女の宅急便なんですけどね、この作品は去年劇場で公開されまして、その年の日本映画の一番の大ヒットになったわけです。まあ、それほどの話題作でございます。今夜はもちろんテレビ初登場でノーカットで完全放送お届けさせていただきたいと思います。先週に引き続きまして、この映画を作りました宮崎駿監督のスタジオに訪ねてまいりまして、いろいろお話を伺いながら進めてまいります。宮崎監督、よろしくお願いいたします。さて、この作品はですね、風の谷の直し方とはまた違った大変心優しい本当に素敵な作品ですね。一人の女の子が、はい、自立していく話ですから、はい、こう女の子の兄弟は僕もいないんですけどね、はあ、スタッフの中に、はい、田舎から出てきて下宿住まいをして、はい、でアニメーションに仕事をしている女の子たちがいっぱいいるんですね、はい、でその子たちの様子を観察しながら作った映画なんですけど、はあ、なるほどね。さあ、皆さんもぜひこれからです、じっくりとご家族揃って、この素敵な作品魔女の宅急便を、ご覧いただきたいと思います。後ほどまたお目にかかります。ごゆっくりどうぞ。さあ、いかがでした？何か心のふるさとへ誘われたような、そんな素敵な作品でしたね。さて、ここでもう一人のお客様ご紹介したいと思います。高畑勲さんです。よろしくお願いします。高畑さんは今回の魔女の宅急便の音楽監督でいらっしゃいましたよね。そしてもちろん皆さんよくご存知の蛍の墓の監督さんでいらっしゃいまして、風の谷の直し方ではプロデュースをお務めになった。今回逆にですね、今度はね、宮崎さんがプロデュースをなさって、高畑さんが監督をなさる新しい企画があるんだそうですね。思い出ポロポロっていう作品なんです。思い出ポロポロ、はい、原作の漫画があるんですけども、はい、とても優れた作品だと思うんですが、はい、映画化がとても難しくて、はい、これを映画にするんだったらもう、はい、そのパクさんしかいないなってことで、はあ、お願いしたんです。はあ、そうですか。どんな作品になるか、だからちょっと見当がつかないんですけど、僕も。高畑監督、どうなんですか？どういう作品に仕上げるおつもりなんですか？まあ、原作がその昭和41年に、はい、小学校5年生だった女の子の話なんですね。はい、その女の子をその27歳ぐらいになった頃からですね、はあ、もう一度見てみようという感じですね。ああ、なるほど。それはノスタルジックな感じで展開していくんでしょうか？そうですね。その思い出そのものは、その経験した人にとってはノスタルジックですけれど、はい、でもそこであることっていうのは、もうどの世代も共通してですね、はあ、女の子だったら必ず経験するようなことが。我々いつ頃これを期待すればよろしいんですか？いつ頃完成するんですか？来年の夏に公開する予定なんですけど、はあ、そうですか。じゃあ来年の夏に向けて素晴らしい作品をぜひまた我々に作っていただきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。さあ、次回は日本映画界に大変な衝撃を与えた問題作、その男凶暴につき、いよいよテレビ初登場です。ビートたけし、北野たけしが自ら主演し監督にも挑んだ問題作です。この映画の凄まじい暴力表現、ご注目ください。彼はこの中で何を語ろうとしてるんでしょうか？実は現代を語ろうとしてるんではないかと思います。凄まじい犯罪映画、その男凶暴につき。いやー、映画って本当に楽しいもんですね。それではまたご一緒に楽しんでまいりましょう。金曜ロードショー。